最近ウルチマトークンがコイン W 仮想通貨取引所に上場されました。コインマーケットキャップによるとコイン W は上位50の仮想通貨取引所の一つであり、その日の取引高は10億ドルに達します。6年間この仮想通貨取引所は世界中の700万人以上のユーザーを結びつけ、世界の取引所の中で第8位にランクされています。このガイドでは登録方法、残高の補充方法、コイン W 取引所からウルチマを購入する方法を説明します。始めるには仮想通貨取引所に登録する必要があります。このためには取引所に移動し、 MIUSB にあるレジスター登録ボタンをクリックしてください。取引所への登録は電話または電子メールを使用する2つの方法で行うことができます。この手順では電子メールを使用して登録する方法を説明します。ではメールアドレスを入力してパスワードを作成してください。次にセンドコードボタンをクリックします。簡単なタスクを完了して検証するように求められます。検証が完了するとコードが記載されたメールが届きます。コードをコピーし適切な行に貼り付けてください。規約に同意しレジスターボタンをクリックしてください。次に取引所の残高を補充する必要があります。このためにはトップメニューでウォレット・デポジットを選択してください。空いたページで残高を補充する仮想通貨と希望のネットワークを選択してください。 TRC20 ネットワークの USDT トークンの例を使用してこれを示します。補充用の QR コードとコピーできるアドレスが表示されます。ご都合のいい方法でこのアドレスに仮想通貨を送信してください。トランザクションが処理されるまで待ちましょう。処理が完了するとウォレットの残高が増加していることがわかります。これで最初のオーダーを行うことができます。このためにはトップメニューのトレードスポットセクションを選択してください。三方の水平線のアイコンをクリックして検索セクションに移動し、購入したい仮想通貨の名前を検索バーに入力してください。ウルチマ USDT ペアを見つけてみましょう。検索バーでペアをクリックしてください。ペアのチャートが開きます。ウルチマは市場、つまり現在の価格で購入することも、希望の価格で差し値オーダーを設定することもできます。またストップリミットのオーダーを設定することもできます。これによりストップ価格と差し値価格を同時に設定して取引の約定価格を制御できます。ご希望のオーダータイプを選択してください。ウルチマを購入したい価格、差し値オーダーの場合と購入したいウルチマの数量を入力し、Buy ウルチマボタンをクリックしてください。出来上がり、コイン W 取引所でウルチマを購入しました。トークンを使用するにはトークンをスマートウォレットというウォレットに送金する必要があります。